はい、今日はですね、うん、はい、実践型講義ですね、はい、あのマーケティングだったりとか営業だったりとかね、それを学びたい方は第2学期に一気に飛んでいただいていいんですが、はい、これをまず分かってないと、はい、いくら飛んだって、え、 74% 何の数字でした？忘れちゃう人、忘却点、2日後には忘れるわけですよね。しっかりと継続できる、はい、継続できるってことは重要なんですよ。なるほど。で、皆さんそうなんです、うん、普通ね、会社入、あ、新しい就職先に入りましたって言って、わーい、わーいってなるよね。わーいってなって、はい、で、最終的には3ヶ月ぐらいで、うん、うーんって、結局同じじゃん、その繰り返しじゃないですか。ちょっと違うなって感じだな、ね、新しい彼女ができました、うん、わーい、わーい、うん、はい、今日ですね、はい、はいはい、やってみますよ、はい、習慣を変えません、習慣変えましょうということですね、うん、はい、これですね、コンビニで一言で言うと、買えるものを買わなければ自分なんて変わらないということなんですよね、うん、はい、みんなね、人生変えない、うるせえ、うん、うるせえ、人生なんて変わんねえ、そんな当たり前やな、急に怖いふざけんじゃねえよと。人生を変えようとするんじゃなくて、ね、まずは習慣、今日からの一日一日を変えていかないといけない、はい、ね、いきなりみんな大きくやりすぎやん、うん、ね、みんななんかいきなりアマゾンみたいな大企業を作ろうとしてんのよ。いや、夢はみんなね、アマゾンだって最初はね、本を売ることから始めて、うん、それで今何でも売るようになってる、はい、ね、そうやってちっちゃいことからまずは変えていくってことですね。なるほど。ここで重要なのが習慣なんですよ。先君、うん、あなた朝起きますよね。はい。みんなは把握しないんですよ。朝起きて、ね、じゃあシャワー浴びたとしましょう。はい。ね、手は左から洗って、うん、で、玄関出るときに靴は実は右足から履いてる。うん。そうやって習慣が作られてるんですね。なるほど、ね。僕らには。うん。で、大体ですね、これまずですね、皆さん一番左の列に大カテゴリーって書いてある列ですね。はい。だいたい1時間ぐらい取られてるもののアクションプランでも書いてみてください、はい、例えば起きます、うん、はい、通勤します、仕事します、はい、ランチします、うん、また仕事戻ります、うん、帰宅して夕飯でテレビ就寝、うん、まあこれが普通の人のルーティーンですよ ね、 そうですね。ここにたまに友達と遊びとか入ってるんだよね。で、この間、例えば起床から通勤、はい、ね、通勤から仕事、うん、ね、だから通勤中ですよ、はいはいはい、これをブレイクダウンしてみてください。ブレイクダウン、はい、うん、自転車で駅まで行ってます、はい、自分の習慣をブレイクダウンするんです、うん、そうすると結構気づかないことを気づいてきます、はいはいはい、8時30分の電車で、うん、ね、あなたは目黒駅から、え、中目黒ね、中目黒駅から電車乗ったとしたら、はい、何両目に行って大体決、ま、同じじゃない？まあまあまあ、そうだね、そうだよね、うん、そう、何両目に乗って、ね、コンビニに寄って、うん、で お茶とおにぎりをいつも買う、うん、で実はペットボトルで、ね、選ぶお茶もいつも同じお茶だったりね、うんうん、あとはオフィスですぐ PC を開いて、うん、ね、会社でコーヒーを入れて、うん、同じ席に座る、うん、ね、こうやって実はこのブレイクダウンを書いてみると、はい、確かに俺毎日同じことやってんだ、うん、当たり前や、昨日みたいなことをやってたら昨日みたいな今日の結果が出るわけよ、うん、ね、そこを変えていかないと変わりませんよって話、はい、俺今当たり前のこと言ってますよね。そうですね、そうですよね、うん、昨日と同じことじゃなくて違うことをやっていきましょう、はい、このブレイクダウンを書いたら自転車で駅まで行ってんだったら、じゃあ徒歩で明日行ってください、うん、これ明日できますよね、はいはい、8時半の電車乗ってんだったら6時の電車乗ってみてください、はいはい、そういうことですね、うん、4両目に乗ってんだったら先頭車両乗ってみてください、はい、ちっちゃいことでいいんです、ちっちゃいことから、ね、だから一番簡単なのは、明日いつもお茶とあれを買ってんだったらコンビニでアイスを買ってくださいって俺いつも言うんですよ。アイス、そう、この時期に、そうです、え、朝に、しかも朝アイス買うやつあんま言えないよね、バカだよ、それこれを買ってください、いつも言ってるんですよね、店員もはぁってなるわと思う、そう、だからとにかくこれは比喩ですけども、はい、うん、実際にまずは何かしら変えていかないと、はい、大きいものなんて変わりませんよっていう話、うん、ドミノね、ドミノが崩れるとき大きいものをちっちゃいのものでいきなり倒そうとできないよね、無理だね、ちっちゃいものをちょっと1センチちっちゃいのドン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 ってなるわけですよね、うん、これを起こしていきましょう一緒にっていう話です、はい、このスタンスまずは明日やってください、はい、大丈夫ですね、はい、やってください、まずは今すぐにやってください、うん、この動画見ながら一回止めて、はい、うん、